お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちら高回転スケキンディガー削りやっていきたいと思います。まあ、スケキンディガー削りといったものの、まあ、なんかディガーウォールブレイカーの、だからウォールブレイカーはスケバレで、あとナイトとか、まあ、バルキリーとか縦の枠としてスケキンが入りましたよというデッキですね。で、なんかまあスケルトンキングって、なんかスケルトンラッシュにはまあ使われてるんですよ。まあなんかね、スケラかスケキンがどっちかのスケがね、こう、バレスするよっていうので、まあ使われるんですけど、他のデッキにあんま入ってなくて。まあその中でちょっと見つけたのがこのデッキなんですけど、でまあ実際これ使って先ほどグラチャで順勝したんですけど、まあなんかスケキンのスキル一回も使わないで勝つ試合が当たり前にやりますというのも、まあなんかね、スケバレディガーで結局削るんですよ。で、まあスケバレになってるのは、まあ、オールブレイクよりもね、いっぱいユニットが出るので、スケキンのスキルを活かしやすいよねっていうところだと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけスケキンのダメージはそんな通らないので、ほぼ通らないです。ほぼ通らないので、まあ、防衛はだと思ってください。もう陸受けですね。エリババであったり、ペッカとかメガナイトとか、とりあえず、もうほんと防衛用かですね。だからもう、だからね、ゴール内でもいいけど、しょうがなくね、しょうがなくスケキン使ってあげるよって感じで、スケキンになってるとね、思ってください。はい。ちょっとかわいそうですけどね。まあ、とりあえずやっていきたいと思いますね。でね、グラチャで順勝した時に、まあ、何回かスキル使ったんですけど、なんかほんと攻めのね、スキルはね、やっぱ通んないですね。ウッドでこう、コロンで終わるし、エレキのリセットピョンで終わるし、まあ、なんかバルキリーで刻まれるしみたいな感じなので、まあ結構防衛でしたね。なんか防衛でエリババの受けだったり、ペッカの受けとか、まあそういった際のスキルで意外と活躍したかなっていう感じでね。さあこれ透明化受けます。で、コウモリに気づかずみたいなことないかな。あれ？スキル使う？これ。一回使ってみようか？いや、怖いな。一回ステイでいこうか。いや、これ、ワンチャン使ってよかったかな？てか、ガゴきつ。あんまマジで攻めカードと思わないけど、ほんと、ナイトとか。マジでナイトですね。ナイトの4、一応そう思い番な。で、極稀にスキルがね、活躍するよぐらいの感覚でいってください。さあ、スケバレなんか久々に使うんですけど、まあ、ほんとスキルを活かすためですよね。え、もしかして君ゴルクロ？じゃ、ゴルじゃねえ、どっからどっからラバだ。なんでこれ、え、待って。いや、でもガムだったな。え、待って、俺嫌なんだけど、なんか普通に。さ、透明か。待って。いや、え、ちょっと待って。圧着い。圧着いが強いんだよ、ただ。待って。優秀すぎる圧着いが来る。さ、からの、三ガゴとかいたよな、これ。ちょっと待ってよ。いやー、ボンボちょっと嫌だな。あれなんかでも、あんまりなんかさ、ポイズン使いたくないよねって思って。うわ、最悪だ。ポイズン使いたくないよねと思って、ヤリゴブコウモリでさ、終わらせようとしたらディガー来てもうた。さあ、今んとこなんかもう大ピンチね。スケキンがなんか、行かれてるのと、今のは棒ポイで一時はなんか全然違ったよねっていう感じなんですけど、まあ、今から追いつきましょうか。で、ボンバーとかいるとね、マジスケキンのスキルがね、あんま活躍しないんですけど、ボンバーはやっぱディガーとかでタゲ取ったり、なんかうまいことできるとね、また熱いんですけど、問題は圧着いいっすね。あの子がね、犯罪です、あれ。うん。マジの犯罪だと思うので、さあ、高回転でね、もうゴリゴリこれ攻めていきます。で、高めのコウモリとかで処理しながら、さあ、テスラでね、頑張ってもらって、棒っぽい貼る。よしよしよし。で、1本折れてるので、ここは守れるんじゃない？なんならスケバレでね。さあ、最強ですね。これですね。圧着の透明化をね、この、数稼ぎでね。おきおき、いや、熱いな。で、どうする？なんなら行ってもいい。ケツラボと被るんじゃね？いや、被ると熱くて、スキルもね、まあ、6体しか出ないんだけど、使って、え、6体出れば十分か？いや、熱い。いや、なんでボンバーやってくれやねん。いや、でも見て、このコウモリ無双。いや、あのボンがえぐいな。あのボン残ってるだけでまた話が違うんだ。で、これ、まあ、ボーポイですね。あと、速攻とかします。バルーンが絶対どっかに来るんで。で、まあ、一応、ザップ系とかなんか来てからの、さ、コウモリで。で、僕の巻き筋、これ、ワンチャンキング行かれるのかなみたいなとこあるけど、まあ、さすがに大丈夫だな。一応、ウッドだけして、さ。え、これ、やばいな。あ、ちょいに竹変えたな。やばい、もっと、マジでやばい。さ、スケバレの落下で処理していく。天才か？いや、マジ、圧着やばいね。圧着なんか強すぎん？日にならんっていうかもうなんかレベチすぎる。さあ、ディガーがいろいろ入る。ああ、ナイススケルトン、よくやったぜ。いやー、ちょっとヒヤヒヤするんですけどね。まあ、スケキンなんか初めて活躍したかもしれねえな、俺使って。うわ、待って！ロイヤル
ウワイルドドラゴンこれゲットできるんよ。マジ熱い。これウルトラ確定っすよ。ウルトラじゃねえ、チャンピオン。やばいね、チャンピオン確定だ。いや嬉しい、初めて手に入れましたね。いやあれコレクションでね4つ全部集めたいですね。さあそんなわけでスケバレのね、破裂時のスケルトンがまあなくなるタイミングぐらいでねスケキン出してみたいなこともねできるとまたいいんですけど、意外と狙ってやったところでみたいなのがありますよね。ベビーとかの範囲系でボコボコにされるんでね、スケキン。さあゴレ君来た。まあここはディガーさすがにつなげるからの、うわゴレか。いやここでもゴルダクネ当たっちゃうのか。さあまあボーポイで全剥がししたいのとバルキリーとかじゃないのでちょっとね、あのゴレを溶かすのがまた大変そうなんですけど、まあボーポイしましょう。ボーポイであとはウッドで剥げます。あとは溶けないので頑張って溶けてもらわないといけないよね。でここよくあるのがここからねランバー追加来るんですよ。エリババランバー追加あたりが来るんですけど、まあ一回来ないかな。さあ痛いな、14レベル強えなこれね。なんか何枚かだけで2レベルちょっと低いんですけど、僕もねスケバレとかもね14になったらちょっと強そうな気もするが、さあ行ってこいスケバレで。これディガーも組み合わせていきたいな。タルパパないでしょ君絶対。おら、いけ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 、頑張れ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 。いやもうちょっと、いや槍が、いや槍が背中とかあるんかい。さあここでなんかね本当にこうなんか、あーまあまあスケキン初登場からのスケキンのフィジカル背中ね。これなんかさスケキンの逆サイドにスケバレ行ってからのスケキンのさスケキンのスキルみたいな、そうするとなんかどっちも相手抑えにくくねみたいなことができそうですね。でまあスケキンの逆サイスケバレはちょっと強そうだね。あとまあ同サイでもいいのか、まあ、同サイでもいいし、いっぱい小物ね大量発生させたいね。でここは結合で来るかもしれないし分かんないんですけど、とりあえずダメージ稼ぎたいので進めます。いやーいやーこれ結合れか、ここで結合れくんのか、来ないでほしいな。さあ来る、もう死ぬ気でちょっと削りに行っちゃうかな。だからスケキンのスキル使って俺あれだな、溶かしたいな。あのゴーレムベイビードラ厄介なんだけど、ここで行きます。でスケがいっぱいさよならして、このスケキンのスキルでゴレを溶かせれば結構あちあちだと思うんだよね。あ意外と頑張った方なのかな、あれどうなんだろう。いやこれライドでさもう守れないのかな。いや守りたいよね、せっかくならせっかくならっていう。いや、守れんのかな？いや、わかんない。14の世界がさ、あんまちょっとわかんないんだけど。いや、意外と？いや、守れないのか？また、これ、ゴールのさ、バカ決める、どんぐらい受けるんだ？いや、待って待って、いや、耐えたい耐えたい、これ、さすがに耐えたい。これ、そしたら、相手、ライディングで打たなきゃいけない。いや、これ、あるでしょ。あるよね。これ、待って、俺の勝ちじゃないのこれ。待って待って、マジで。やめて、ライディング。間に合わないね。オーケー！いやー、まあ、スケキンね。スケキンね、まあ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 ぼっちぼっちやがる。しかも中森ゴールド中森ね、はい中森はやばいさあ今日はねめっちゃ豪華な宝箱がね手に入りますね。いやえぐいね、気分がいいですね。さあまあそんなことで槍ゴブ飛ばしていきましょう。なんかスケバレとかね槍ゴブとかコウモリとか、まあ、とりあえずなんか小物毛やられる瞬間にね合わせられるといいっすよね。スケルトンキング、まあ、スケルトンキングがめっちゃ活躍するわけではないですけど、なんか相手陣地のねユニットをスキル使って処理とかできるならばね、やっぱ使っちゃいたいですし、ペッカぐらいには強そう。なんだかスケキンから生まれたねスケルトンにザップとか打たらせて、このコウモリとかヤリゴブとかが無双するよねっていう仕組みだとは思うので、さあスケキン登場していきましょう。ライドラのタゲを取っていきます。でライドラのタゲ取ってるところで感電しない位置にヤリゴブリン出していきますね。さあからのディガー、まあディガー削りなんで、まあこれディガーで削っていきます。ヒーラー来た。いやこれいってんじゃない、スケキンでヒーラーデッキにはタルーババとかよく入ってますけど、やっぱ小物非常に厄介になってきますよね。さあこれはねコウモリを生かしたいので、ベビーがねターゲットを取ってから出してあげることによって、このコウモリがうざいんでね、ここにここもトルネとか使わせて、いやここのタイミングでスケキン出したらねスキル分のめっちゃ貯めれたけどね。さあエリゴレ引いたのか、俺はなんか嫌だなエリゴレかって。さあちょっと感電させないようにしていきたい。でこの位置ぐらいに出してあげるとよいしょ、
相手のねキングタワーから攻撃受けないので、いやさすがにスキル使うか。スキル使って死ぬ間際にねスケルトンちょっと大量生産してあげて嫌がらせ。これでもやばいか、俺もしかして、もしかしてやばい、これ来る、来そうだよね。え、今度かい。まあまあまあ来ないな、来ないな、すごい助かるね。でエリゴリに関しては僕多分ね一個守れる気しないんでね、しっかり逆サイも攻めてあげます。めっちゃ攻めます。そう、もう21プランというか、もうねこうやっとくと相手も守んなくて、守んないといけなくて、やっぱね攻めの形作れないってなるんで、まあそう時間稼ぎにもなるんでね。そう来た、ケツエリゴレ、悪魔の悪魔デッキ再来です。でライドラをね、まあポイズン2周ぐらいで溶かせるとねすごい幸せなんですよね。いやーあれこれやばいな、これ守れる、まあ来るよね。陸系出すとねマジヒーラーで回復されちゃうんで回復させないっすよね。そうなんですよね、回復されちゃうんで、あとはポイズン、ポイズンとこれね後方盛りで空でねデゲタキ処理して、よしよしよし、いやめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。さあでこのね後盛りね相手絶対きついんでね、でスケバルでライダーとかのね竹取って、低めでね低め低め低めでね一生こう相手してあげると、で竹取ってねコウモリがね無双、オーケー、いやもう完璧すぎ。で最後に気分のねスキル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 、ライドラのチェーンでスキル無効化された、いけ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 、スケキンお前のおかげで勝ったって言わしてくれ俺に。あー何やってんだよスケキンスキル使って1ダメージも入ってねえやないか。さあまあそんなわけでこれはもうなんかうっぽい、リガーうっぽいぐらいで勝てそうですけどね、スケがかすれば。あーこれ入るんじゃねっぽいです。さあさすがに勝ちましたね、オーケーグッドゲームと。まあなんかポイウッドテスラやりコウモリぐらいでね全とかしましたね。変にスケキンとか出すとやっぱヒーラーでね回復しちゃうんでね。さあ銀箱でした。さあ今んとこね、まあ、スケキンめっちゃ活躍したかって言われるとまあ当たり前に活躍してないんですけど、あちょっと活躍してほしいね。ここあるんじゃない、コウモリ、あーこれやばい。いやでもスケキンのフィジカル受け。さあこれアイスピ使ってるから、これコウモリめっちゃきついよ俺。プリンの位置、あヤング、よく全回収して、えこれさ、いきます。うわあれ来たろ、今しかねえ活躍の時。いや、スケがいい、スケがいい。いやー、ウッドでハゲちゃう。ウッド使ったんで、まあこっちが生きるよねっていう。まあこれだよね、理想的な展開。いや、あるよね。マジであれぐらい、あれどうやって守んだって。いや、神アイスピアンキ。おい、マジかよ。うますぎ。そんな感じ、あっさり止めちゃう感じですか。いや、マスケギンのスキルね。間違いなく1コスっすねよね。2コスはね。ハゲるね。マスケギンのコストが3になればまだ許せるけど。さあ、でも単純にきつそう。もうスキルでね、無理やり6体ぐらい生んで、ウッド使わせたよね。あ使う、まあ使うがみたいな感じか。さあもう一回行こうぜ。相手がね神アイスピできなければダメージが入るっていうことね。テスラを置いてこないっていうことはね多分インフェなのかな。いや結構あるよ俺。オッケー、うんうんうん、まあこれもまた難しいですね、このプリンの対処法。まあスケキンか、結局スケキンなのか。さあスケキン、あ、インフェティだよね。やっぱさ、焦げます。スケキン焦げる。さあ、まあ、今回も、まあ、100% と言ってもいいぐらいね、スケキンは通りませんね。どんだけ頑張ってもウッドもあるし、ナイトでも終わるし、まあ、ダメージ入んないんで。よいしょ。しっかりね、なんか、他でカバーしていきたいね。まあ、結局、スケバレの落下ダメージであったり、まあ、ディガーの削りであったり、まあ、そういうところになってくると思うんでね。さあ、あのプリンはポイズンで、これ美味しいですね。で、ちょっとあるのがね、美味しいよね、また。で、まだあの、ナイトギャングとか来たら、あ、一回置いてくる。さあ、ギャング使ったら、相手あの、陸受けがないので、あー、めっちゃ刺さるんですよね。その、ディガーがね。さあね、ほんとね、ギャング使ったら、スケバレ。あ、ディガーか。ディガー飛ばすっていうサイクルをしたいんだけど、まあ、これ確定でね、ギャングで受けてくると思うので、さあ、ポイで削っていきます。あれおかしいなぁ。マジかよ。そんなことある？いや、これ、打っとっちゃいます。別に、プリン、バレルね、
いやそれはやばい。いや全部意外だろ、マジでやばい。笑えん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 。さっさく噛み合わない、噛み合わない。相手もなかなかやる。あ、俺のディガーの違いね、さっきね、下手ですね、同じに通して。ハッシュマイプリンはね、嫌ですよ。最強なんだね、俺、マジ。枯渇がね、ぶっ壊れの理由です。ハッシュマイプリンです。さあ、まあ、ここから頑張りましょう。ロケ削りが嫌です、非常に。非常に嫌なのと、回転が速いのも嫌ですし、すべてが嫌です。サスケを飛ばす。ハッシュマイプリンはできない。さあ、耐える。耐えてくれ。で、一応ハッシュマイプリン警戒して、コウモリ出して、さあ来たロケ削り、さあぶっ壊れギャング。いやーあれやばい、一発入っちゃう。一発入ったらもうやばいんじゃよ俺もしかして。さあポイやめてくれ。いやこれもさ、ここ耐えたらさポイ圏内入んねえかな。いやこれさポイウッドとロケどっちが早いと思う？お願い、もう祈ることしかできん。祈るよ俺は。あー、祈りが通じたぜ。ナイス。いやーこれ危なかったですね、非常に。スケキンなんかいらねえなーなんて思いませんけどね僕は。さあというわけで多分ゴルナイの方が強いんじゃないかなと思うんですけど、まあスケキンでもね使えないことはないっぽいので、皆さんもねぜひこちらのスケキン枯渇、まあゴルナイ枯渇かな、はい、ぜひね使ってみてください。まあスケキンね、まあ、圧倒的に一番弱いですね。はい、簡単に対処できるんでね、まあよければねこちらも使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。